どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますまた、えー、すぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップでいきますのでそちらをご利用くださいはい今日読んでいくのはですね夢の旧作作、えー、禁断芸者と迷宮事件です 夢の旧作はですね年年生まれ年持つの小説家ですで小説家のほかにもいろんな顔を持っていたようで前奏ですとか陸軍将尉また郵便局長とかいろんな顔を持ってらっしゃったようでそれに伴ってもお名前もいろいろありましてですね前奏としての名前は雲水で川柳、えー、をやってらっしゃったようで「 で川柳の流号って言うんですけど、これは三八。三八かなま漢、あ、数字の三と漢数字の八。と、えー、書くものがあったようですで。現在では。夢の旧作で略して夢旧。でさらにこの旧をアルファベットの。アルファベットの旧。と書く。表され方もあるんですね。いろんな名前を持っていらっしゃったようです。 作風もとても多彩で今回の金眼芸者と迷宮事件もとても面白い作品になっておりますのでぜひ最後まで楽しんでいただければと思いますそれでは改めまして本日朗読していくのは夢の旧作金眼芸者と迷宮事件ですそれでは本編をどうぞ 夢の旧作金眼芸者と迷宮事件俺の刑事生活中の面白い体験を話せっていうのが小説の種にするからふんせっかくだが面白い話なんかないよひねくれた事件の後をコツコツと探り回るんだから。 ななことはないんだ何でも仕事となるとねくだらない嫌な思い出ばっかりだよそのくだらない嫌な思い出が結構ありきたりの名探偵大成公式の話じゃしんみりしない恐ろしく執念深いんだなそれじゃあこんなのはどうだい どうしても目星がつかないので警視庁のパリパリ連中がみんな兜を脱いだ絶対の迷宮事件が一つあるんだいわゆる完全犯罪だね。そいつが事件後丸1年目にある芸者のひどい金眼のおかげで的確に足がついた。すぐに犯人が捕まったって話はどうだい 珍しいかね。実はこれは我々にとっちゃ実につまらん失敗談だがね探偵団なんていうのも恥ずかしいくらいとんちんかんな簡単明瞭な事件なんだがなお面白いずるいなあとうとう話させられるか明治41年ってんだから日露戦争が済んだあとだ 高徳秀水の退却事件の前だっけねじちっと古すぎるかねかまわんか随分古い話だがこの事件ばっかりはどうしても忘れられないへんてこな印象がはっきり残っているんだよなぜだかわからないがめちゃめちゃになった被害者の顔とか加害者の若い青白い笑い顔とか その間に挟まった芸者のおどおどした金眼というものが不思議なほどはっきりと目に残っている話の道筋はすこぶる簡単だがね他の事件と違ってなんだかこう考えさせられる深刻なしんみりしたところがあるように思うんだ事の起こりはありきたりの殺人事件だった 飯田町のある材木屋の主人で名字は忘れたが金兵衛という男が自分の家の材木置き場でやられたんだ天神様のご縁日のあくる日だったから二十六日だろう天気のいい朝だったっけが行ってみるとひどい殺され方でね五十格好のハゲ頭のでっぷりした親父で 島の羽織に前だれ、せったというお決まりの町屋の旦那風だったが帽子をかぶらないで懐で押したまま自分の家の材木置き場から飯田橋の停車場の方へ抜けていく途中のおがくずのふわふわ積もった小径の上にころりとうつ伏せに倒れている材木の陰から踊り出た教官にあっ という間もなく脳天を食わされたんだね額から目鼻の間へかけて一直線にザクロみたいにぶち割られて脳みそがはみ出しているちょっと見たところ出血の量が非常に少ないと思ったが顔の下の湿ったおがくずを掘ってみると下の方ほど真っ黒くドロドロになっている 死後推定時間は10時間だったと思うが倒れたまま動かなかったらしい文句なしの即死だねところでそこまでは判明したがその他のことが全くわからないその頃まではどこの材木置き場にも小引きが活躍していたので現場の周囲が随分遠くまで新しいおが図だらけだ 犯人もそこを狙って仕事をしたものらしく足跡が全くわからないのには弱ったよいくらでも足跡があるにはあるんだがはっきりしたものは一つもない死体の近くに2か所ばかり強く踏みにじってあるのが教行当時の犯人のものらしかったが単に下駄じゃないということがわかるだけで推定材料には点でならない 被害者の懐中物には無人坑の帳面が2冊切りガマ口もタバコ入れもないという極めてさっぱりした現場なんだその時の現場に出張していた連中はかなり大勢だった少々大げさだったかもしれないが仕事が閑散だったせいだろう最初に麹町署から来た45人の他に 警視庁の第一捜査係長刑事部長警部補巡査刑事が4人鑑識課の23人警察医が2名余震判事と書記というのだからほとんど全国の警察でも一粒よりの鋭い目玉が底いらじゅうを一生懸命に探し回ったもんだが何一つ手がかりが見当たらないただ その後の死体解剖で額にぶち込んだ狂器の厚さが一部くらい推定一尺長さ以上の一直線の重たい物体であったちょうどナタの背中見たようなものだったということが判明しただけだったがしかもこのナタの背中という説明の仕方が後から考えるとどうも面白くなかったねやはり この事件を迷宮に追い込んだ原因になってると思うんだ長さ1尺以上厚さ1部くらいの一直線の重たい品物というのでみんな寄っていろいろ考えてみたが前に「ナタの背中」という言葉を聞いていたもんだからそれ以外の品物をどうしても考えつかないまさかそんな大きな文鎮があろうとは思わないからね 一直線の重たい手ごろな金属板文鎮、製図屋とすぐに思いつくほど頭のいいやつは実際にはなかなかいないものなんだ探偵小説にはざらにいるかもしれないがねそこで直接の証拠物件が見当たらないとなると今度は状況の証拠という段取りになるだろう。 金兵のの女房、店の番頭、若い者などを手を分けて調べてみると金兵衛は昨日の夕方夕飯を食ってから本郷の無人港の計算に行ってくると言って預かっていた旧式の帳面と900円ばかりの金を店の金庫から取り出していくらか入ったガマ口と一緒に懐に入れた落とさないように懐出をしながら 帽子も何もかぶらないままぶらりと表口から出ていったのを女房と番頭が見ておったそれっきりゆうべは帰ってこなかったが毎月25日の無人港の計算の日にはそのままどこかへ行ってしまって帰ってこないのが通例になっていたからみんな早く寝てしまったあくる朝つまりその26日の朝になって 番頭と若い衆がその日のうちに深川の製材所から貸しにつくはずになっているもみ盤の置き場を見に行くとすぐに死体を発見して大騒ぎになった殺されるような心当たりは一つもないという至極あっさりした話無論それから家内中のものを綿密に調べてみたが怪しい者なんか一人もいない 女房はシマリアの型蔵で一高の優等生になっているおとなしい一人息子の長男と一緒に裏2階で10時頃まで小説を読んでいたが怪しい物音や叫び声なんか一度も聞かなかったまた若い番頭は店の表2階で焼き芋を買って10時頃まで祭壇をやっていたのでなおさら何も聞かんというわけでね みんな今で言うアリバイをちゃんと持っている金兵衛は相当ケチケチした親方らしいがそれでも人使いがうまかったのだろう恨んでいる人間なんか一人もいないらしいのだこいつは迷宮入りかなといった感じがそんな取り調べのさなかにピンと頭へ来たかねしかし何しろ 900何円の金がなくなっている以上強盗殺人という見込みなんだからことが重大だしかもよっぽど前から金兵衛の日常の癖や何かを研究して知っている人間で相当の腕力と元気のあるやつだことに日が暮れているとはいえ人家や電車道に近いうつ明るいところで これだけの思い切った仕事をやっつけている以上生さしい度胸ではないことによると前科者かもしれないという理屈から遠い親戚や無人港の関係者または下談した界隈の前科者やごろつきなどをできるだけ念入りに洗ってみたがこれとても疑わしいやつは一人もいないその中でも 25日の晩に湯島天神の境内に集まっていた無人公の世話人連中は肝心の帳面と金を持っている金兵衛が来ないのでその晩の9時頃になって飯田町の金兵衛のうちに電話をかけてみたすると女房の声でもう着く頃だという返事だったので夜中過ぎる頃まで酒を飲みながら待っていたがそれでも来ない そこでもう一度電話をかけてみたが今度は誰も起きてこないらしいので殺されているとは夢にも知らずに明日金兵衛のところに押しかけていくことに決めてみんなブツブツいいいい帰って寝た大方金兵衛は九百円の金を他のことに回したので金作に奔走したままどこかへ引っかかっているんじゃないかという者も,もいたがいや 金兵衛さんはお金のことばかりはとても几帳面だから帳面を預けたんだ。そんなことをする気遣いは絶対にない。どうもおかしい。という者も,もいた。するとまた、いや、金兵衛はこの頃築地のどことかに妾を置いているという話だから何ともしれない。などいう者が出てきて、わいわい言い合いながら別れた。という、 のない連中の話なんだここで金兵衛の妾の話が出たのですぐに飛びつくように金兵衛の底を調べに移ったわけだがその妾というのは鍵盤を調べて回るとすぐに分かった義長の芸者でとって25になる相吉というのが本名は確か友口愛子と言ったっけが去年 明治40年の暮れに金兵衛から引かされて築地三丁目の横丁で耳の遠いお袋と一緒に小さなたばこ屋をやっている2階が押し入れ所間付きの六畳で下の店が3畳に便所に台所という猫の額みたいな造作でね引かされたと言っても自前になっただけでお座敷はやっぱり勤めさせられていた 稼ぎ高は時々金兵衛が来てきちんきちんと計算する台所のこまごました買い物帳までも調べるというなかなか抜け目のないがっちりした親父だったのだねところがまたその愛吉の愛子という女がいくらかバカに近いくらいおとなしい女なのである待合の女将が不憫がって 結局その方が行く末のためだろうというので金兵衛に世話したという話だったがひどいやつで金兵衛は愛子の人のいいのにつけ込んで稼ぎ高をまるまる取り上げる上にお客まで取らせていたというんだからあきれたねそろばんの強いやつにはかなわないねそれから今度は捜索の手が愛子の素性調べに移ったわけだが そんな細かいところは面白くもないし本筋には関係がないから抜きにしようとにかく愛子は某富豪家族の娯楽院でお定まりの里子上がりの母親に似て食われようと焼いて食われようと文句の言えないかわいそうな身の上であったこと三味線も踊りも歌もダメで芸者としてはおとなしすぎること器量は十人並みでぽっちゃりした方で 25だというのにおしゃくみたいに初う々いういしい内気な女であったそれにちょっとわからないがひどい金眼だったことこれが一番大事な話の山なんだがその金眼で人の顔をじーっと見る目つきがまた何とも言えず人懐っこい見られた人間はちょっと惚れられているような感じを受けること <laughs> バカにしちゃいけねえ俺がうのぼれたわけじゃねえんだ誰にもそう思われたんだよそれよりも事件発生以来毎日毎日警視庁の無能を新聞に叩かれながらじーっと辛抱してこうした余計なことをじりじりと調べて回る俺たちの苦労が並大抵じゃなかったことだけは同情しておいてもらいたいね新聞記者なんてものは そんなところには微人も同情しないからね読者を喜ばせるのが商売だからむしろ「警視庁の無能暴露」とか「犯人の大成功」とか書きたい気持ちで「まだですかまだですか」と様子を聞きに来るんだからうんざりしちまわ嫌な商売だよまったくところがまたあいにくなことにこの事件が だんだんと新聞の注文にはまりそうになってきたこの筋をたどっていけばきっと何かにぶつかるに違いないという俺一流の勘が当たっていたかいなかったが愛子には今まで一人の情婦らしい者も,もいない念のために今までのお客の中で好いたらしいことを言い合った者はいないかちょっとぼれでもいいからいないかと聞いてみたが 愛子はただポカンとして頭を左右に振るばっかりだからしまいにはこっちが負けてしまった頭の悪いやつはこんな場合全く苦手だよことに女にはこんな種類の返事をするものが多いから困るんだ実は愛子が惚れた男がちゃんといたんだ愛子はその男に 生まれて初めての恋を感じているにはいたんだがたった一晩あったきりだし気の弱い女だもんだから自分でもちょっとぼれのつもりで他の苦労に紛れてそのまんま忘れていたんだ無論そいつが犯人だったのだがまあせかずと聞きたまえここが面白いところなんだそんなわけで 事件当時の愛子にはここぞという心当たりが全くなかったんだから手のつけようがないそうかといって愛子の取ったお客をいちいち調べ上げて足を洗ってみるというのはとても大変な仕事だし第一それほどの確かな見込みをつけていたわけじゃないんだからそのままこの方面の捜索を打ち切ることにしたそうなると自然 捜査の方針が八方塞がりになるわけだから話が一番最初のところへ逆戻りしてくるつまり嫌が王でも凶器を発見してその凶器から当たりをつけていかなければならないことになってきたがその肝心要の凶器が事件発生以来どうしても見つからないのには弱らされたね弱るも道理か 犯人はその凶器の分賃をちゃんと仕事場に持って帰ってニッケルメッキをし直して毎日毎日製図の仕事に使っていたんだからこれくらいバカバカしい話はないんだがこっちはそんなこととは夢にも知らない絶対絶命だ頼みの綱はこれ一つ凶器さえ見つかればこっちのもの 東京市中を持ち回って一軒一軒しらみつぶしに出どころを調べて回っても構わない覚悟で飯田町一帯の材木置き場の隅から隅までおがくずをかき回したもんだ笑い事じゃないんだよ一口に迷宮事件と言うけれども迷宮事件の裏面にはこんな苦労がどれくらい積み重なっているか知れないのだよしまいには、 九段下から大手あたりのお堀へかけて大捜索までやってもらったが古バケツ底抜けやかん古げた破れ靴犬猫やか,らかさの骨以外には何一つ引っかかってこない新聞にはその大捜索の状況を写真にまで出したが我々はただそうして笑われているような気がしたばっかりだったとうとう 事件発生後三月目に完全な迷宮入り捜索打ち切りの宣告を聞いた時の残念さ無念さそれは絶対にお役目かたぎとかなんとかいうもんじゃなかったよ我々仲間の根性とでも言おうか事件の筋道が尻切り,りトンボになってうやむやになった不愉快さと言ったらないね 家へ帰っても二三日は飯がまずくてカカオ相手にかんしゃくばかり起こしていたもんだが無論初めの騒ぎが大きかっただけに警視庁が新聞からめちゃめちゃにやじり倒されたことは言うまでもないしかし事実は文字どおりに警視庁の無能犯人大成功なんだから中の根も出なかったわけだよところが こうした徹底的な迷宮事件、手がかりのなくなった完全犯罪がそれから1年もたった後に思いがけない愛子の広い禁止眼のおかげで目星がついたんだから皮肉だろう不思議そうだねちょっと聞くと随分不思議な神秘的な話に聞こえるだろうところが事実は何でもない 何とも言えない人情を絡んだ哀れな話なんだちょうどそれから丸一年たった明治十二年のやはり四月の中頃のことだった無論次から次に起こる事件に追われて金兵衛殺しなんか忘れている自分だったが雨はしょぼしょぼ降るし事件も何もなしというので 仲間と一緒に警視庁のたまりで雑談をしていると久司が面会人を取り次いできた築地の友口愛子大至急御免にかかりたいと言って小さな名刺を1枚渡した途端にドキンとしたね1年前の苦心をずらりと思い出しながら慌てて立ち上がったよ こんな場合にこんな調子でひょっこり面会を求めに来る事件の中の女は十中八九何かしら重大な手がかりを持ってくるものなんだ仲間に冷やかされながら例の面会室に来てみると疑いもない愛子がちゃんと丸まげに打ったやぼったい奥様風で椅子に腰をかけているよほど心配なことがあると見えて 「顔色が真っ青にやつれている」「おまけに妙におどおどした目つきでこっちを見る表情に昔のような人懐っこい愛くるしさが跡形もないようだ」「閉めた」と思いながら何食わぬ顔で話を聞いてみると愛子は金兵衛に死に別れてから芸者を辞めて義理のおふくろと一緒にタバコや専門でやってみた。 すると近所の会社員や工場の職人たちが盛んに買いに来てくれるので結構やっていけることが分かったしかし一方におふくろが芝居と新人と寝酒の道楽を始めて死んだ金兵衛の殿でぐんぐんへそくりをかすり取る上にいい縁談をみんな断ってしまうので愛子は朝から晩まで店の稼ぎと所帯の苦労に追われて この頃はすっっかりやつれてしまった、というような話でつまり愛子は生まれてから死ぬまで絞り取られるようにできていた女なんだねそれから愛子はオズオズと一通の手紙を出してこれを読んでくれと言うんだ俺は何かの脅迫状じゃないかと思って半分失望しいしその手紙を開いてみたら 大違いだっ便せん3枚に製図用の紫インキで綺麗に細かくベタ一面に書いてあるんだ参考品の中に保存してあるがね見せてやろうかうんこっちへ来てみたまえこの手紙だ「全文ごめんください」 僕はあなたに感謝しなければなりません昨日偶然に僕とあなたとあそこで二人きりになったことをあなたは記憶しておられるでしょうあの時あなたの横に腰をかけていたのは警視庁の思想犯係の刑事だったのですそう気づいた時に僕はもう絶対絶命の立場にいることを知りました あなたの前のご主人のことを根掘り葉掘り聞いた僕の顔をあなたは記憶しておられるはずでしたからそればかりでなく僕はあなたが苦労に安れておられる姿を見てしみじみと自分の罪を思い知りましたすぐにでも名乗ろうかと思いながら躊躇しておりましたがその時にあなたは以前の通りの 愛情のこもった目でじーっと僕を見られただけでそのまんま知らん顔をしておられましたあなたが僕にどうかして無事に逃げてくれと言っておられる無言の気持ちがよくわかりましたあああの時の気持ち僕の感謝の気持ちをどうしたらあなたにお伝えできましょうあなたの前のご主人金兵衛は 悪魔だったのですあなたのそうした涙ぐましい純潔な心ばかりでなくあなたの正常な肉体血液までも絞り尽くそうとしている悪魔だったのですですから僕はあの悪魔を凝らしてあなたを救い出し同時に僕の外国行きの旅費を作ろうと決心してしまったのですそれから一月ばかりの間 金兵をつけまわしてとうとう完全なチャンスをつかんだのですしかし外遊はしませんでした金兵衛から奪ったお金はみんな党の運動資金に使ってしまいました僕はあなたの思想から見ればどんなに呪われても足りない人間ですあなたのご主人の旧敵です社会の公敵です あなたの不運の原因を作った人間です。それをあなたは知らん顔をして見逃してくだすったのです。ああ、あなたはあのたった一夜の純情を一年後の今日までも僕に対して注いでくだすったのです。僕を愛していてくだすったのです。僕は生まれて初めて あなたによって人間の純情の尊さを知ったのです唯物主義一点張りの血も涙もない生涯を送ろうと思っていた僕の信念があなたのおかげで根底からぐらつき始めたのです僕は気違いになりそうです僕はもう二度とあなたにお目にかからないところへ逃げていきます 裏切り者にならないために、あなたの純真な切ない愛情をたった一つ抱いて、満幸の感謝を捧げて死んでいきたいために、僕は裏切り者となってあなたと結婚して、あなたを得体のわからない不幸な運命に陥れるに忍びません。どうぞ幸福に、幸福に暮らしてください。 寂しい社会主義者より友口愛子さまこの手紙はすぐに焼いてくださいあなたのご親切に信頼しますこの手紙を読み終わるとすぐにこれは一刻も猶予ならんと思って立ち上がりかけたがまた思い直して腰を落ち着けた この手紙を持ってきた愛子の態度があんまり不思議なので自分を好いている男を一人死刑にするようなやり方なのに正直者の愛子がそんな残酷なことをするはずはないと思ったので念のために今一度尋問してみる気になった社会主義者一流の計略じゃないかしらんという疑いも起こったからね うーん。愛子さん。はい。あんたは、この手紙の主に心当たりがあるのかねびっくりしたように目をパチパチさせた愛子は、丸曲げを軽く左右に振った。いいえ、ちっとも存じません。何を書いてあるのか読めないものですから、字があんまり細かくて。 俺はあぜんとなってしまった何だまだ読んでいないのかい愛子は丸まげに手をやりながら寂しく笑った「はいこんなような手紙がよく男の方から参りますのでそのたんびにおっかさんに読んでもらっておりますがこの手紙の文句ばっかりはわからないとおっかさんが言うもんですから」 ところどころ拾い読みしてもらってもちんぷんかんぷんですからただ金兵衛さんの名前がところどころに書いてあって社会主義者が死ぬっていうようなことが書いてあるっていうもんですからなんだか怖くなりまして他の方に読んでいただくのは検問だっておっかさんが言うもんですから大急ぎであなたに読んでいただきに。 俺は思わず一条ばかりのため息をついたよ滑稽な気持ちなんかみじんも感じなかったから不思議だよこれほど恐ろしい働きを表した愛子の何も知らないでおどおどしている金眼をしばらくの間呆然と見つめていたねうんあんたはこの手紙で見ると 金兵さんが死ぬるひとつきぐらい前にどこかの待ち合いで若いお客と差しでしんみりしたことがあるんだね愛子の顔色がみるみる真っ青になったこの前に尋問したことをどうやら思い出したらしいんだそれからまたたちまち耳の付け根まで赤くなったが俺の顔を見ながらオズオズとうなずいたものだねあるだろう 思い出したろう愛子はいよいよ真っ赤になってうつむいてしまった俺は胸をドキドキさせながら彼女に対して尋問の秘術を尽くし始めたが彼女は手もなくつり込まれてポツポツ話し出したはいやっと思い出しましたそれは278の若旦那風の人でした 町合では王さんと言っておりましたがお名前は大深さんと言いましたかお召し物からお金遣いまでさっぱりした方でいいえ手は両方とも食香らしくない白いきれいな手でしたお酒が少しばかり回りますと親切にいろいろと私の身の上をお尋ねになりましたので 何もかも本当のことをすっかり話しました。金兵衛さんのことまでもすっかり、毎月25日が本郷の無人の寄り合いなので、帳面とお金を持って行かれる、その帰りに電車で私のところへ見えることまで話しました。その若い方は、何でも信州のあるお金持ちのご用子さんで、東京へ来て高等工業学校へ入ったが、 羊花が破産したため学校へ行けなくなった。それからいろいろ苦労をして稼ぎながら築地の簿記の夜学校へ入っているうちに半年ぶりに羊花の残りの財産が自分のものになったからタバコを買うたんびに思っていた君を名指しにして遊びに来た。これから時々来るからな。といったようなお話で。 お宅は芝の金杉ということでしたがそれはそれはご親切なほう,おうそれからしっぽりといい仲になったってわけだね愛子はまた耳元まで赤くなった涙をひとしずくポロリと膝の上に落としたうんうん分かっているよ だからあの時もそのお客のことを俺に話さなかったんだね愛子は丸曲げを少しばかり左右に振ったしくりしくりとしゃくり上げ始めたそうかそうかそのお客がたった一人すいたらしい人だったことをあの時は思い出さなかったんだね愛子はかすかに震えながら頭を下げたたぶん 謝っっているつもりだだたのだろう俺は一ざ乗り出したそこでね話は違うが昨日あんたはどこか電車か何かの中で3人きりになったことがあるね他の2人は男だったはずだが愛子はびっくりしたように顔を上げたどうしてご存じあははこの手紙に書いてあるじゃないか どこだいそれは昨日おじさんの法事をしに深川へ参りましたああ月島の私に乗ったんだねなるほどなるほどその時にあんたと一緒に乗っていた二人の男の風亭を覚えているかね愛子は恐ろしそうに体をすくめた俺が社会主義者のことでも調べていると思ったんだろう 例の黒目がちの目をパチパチさせながら唇をふるわした。私は目が悪いございますので、3着も離れた方のご様子はぼーっとしかわかりませんが。わからなくてもいいから、あらかたの風采でいいんだ。2人とも紳士風だったかね。いいえ、1人は青い服を着た。職工さんで。 もう一人は黒い着物を着た番頭さんのような方でしたその職工みたいな男の人相は彼女はいよいよ恐ろしそうに椅子の中へ縮み込んだあの鳥打ち棒を茶色の鳥打ち棒をまぶかにかぶっておられましたのでよくわかりませんでしたがもう一人の方は えへんえへんと2つずつせき払いをして何度も何度も妻をおはっきになりましたはははそうかそうかそれは色の黒い茶の中折れをかぶった背の高い男だったろう金縁の眼鏡をかけた愛子はびっくりして顔を上げたどうしてご存じ俺はすぐに呼び鈴を押して球児を呼んだ おい、刑事、控室の石室くんにちょっと来てもらってくれ。かしこまりました。石室刑事はすぐに来た。なんだなんだ。うん、この婦人会昨日、月島の私で一緒に乗ったよ。どうかしたんかい何一緒に乗った食交会うん、知ってるよ。 深川の村塚造船所の製図引きで大深大造という男だよ社会主義者の権利で一度調べたことがある高等工業にいたとか言うがちょっとお坊ちゃん風のいい男だよ昨日は俺の顔を見忘れていたんだろう。知らん顔をしていたっけが正直のところこの時ぐらい狼狽したことはなかったね 社会主義者なんていうのは見かけによらない敏感なもので逃げ足の非常に速いものだということがこの自分から分かっていたからねうんすぐに行こう重大犯人だ君も一緒に来てくれ詳しいことは後から話すあ行けない愛子さん愛子さん愛子はうんと気絶したまま椅子から床の上へ転がり落ちてしまった 残忍な話だが俺はその時思わず微笑したよこの気絶は彼女の話の真実性を全部裏書きしたようなものだったからね警察員が来て愛子を介抱している間に俺たちは村塚造船所に乗り込んで机の引き出しを片付けている最中の大深を有無を言わさず引っ取らえた大深はその頃芽生えかけていた社会主義者のチャキチャキで 高徳水の崇拝者だった。目的のために手段を選まずというわけでロシアへ行く旅費を得るのに製図や仲間の評判から愛子の旦那の金兵衛に目をつけて愛子の口から様子を探ると仕事用のニッケルメッキの四角い鉄棒を持って熱心につけ回しているうちに屏風を立て回したような材木置きまで絶好の機会に恵まれたので断然 たんなをげだね。しかし大深はたった一度のなじみなもんだから愛子の禁眼に気づいていなかったし愛子の方もそんなことまで打ち明けなかったんだねだから愛子の例のとおりの潤んだほれぼれとした目つきでじーっと見られた時にすっかり勘違いをしてしまったんだね。 元来が主義にかぶれた青二歳で本当の悪党じゃなかったもんだからほんの一時のうぬぼれから身を滅ぼしてしまったわけだ手錠をかけた後で例の手紙を見せると大深は青い顔になってうなずいたバカだなあこの手紙を人に見せるなんてもっとも 俺の方がよっぽどアッハハハハッとうつろな高笑いをしたっけ実にさっぱりしたいい度胸だったが聞いている我々は笑おうにも笑えない気持ちがしたよ無論尺に触っていたから大深の集罰は新聞社には知らせなかったそのまま 闇から闇へと死刑になってしまったがかわいそうなのは愛子でそれからのちちょいちょい大深へ差し入れなんかをしていたらしいそして彼が死刑になったことが新聞に出た晩に自宅の台所で首をくくって死んでしまった遺書も何もなかったので原因はわからないが自分の口一つから金兵衛を殺し また大深を殺したことが分かったのですっかり悲観して思い詰めてしまったんじゃないかと思う何君には分かっている愛子は最初大深に初恋を感じていたのを自分でも気づかずにいたんだそれがあの手紙を見て焦げつくほど燃え上がったそうして 大深の死刑と一緒にこの世が暗闇になったほん恐ろしいまだるっこしい惚れ方をしたもんじゃないか惚れていたことがわかるまでに人間を二人も殺してさふん本当に純真な内気な女なんてそんなもんだそこがこの話のすごいところだ 小説になるところだっていうのかねははは、<laughs> なるほどね。ご視聴ありがとうございました。夢の旧作の作品は、他にもこのようなものを読んでいます。合わせてどうぞご視聴ください。